文殊や、私はもう長くはないようです。母上、そんな悲しいことをおっしゃらないでください。世間では阿弥陀様におすがりすれば人は亡くなってからお浄土に行けるという教えが流行っているようですが、本当にお浄土に行けるのでしょうか。私には分かりません。ただ人が亡くなってからお浄土に行っても仕方がないと思うのですが。私はそなたのそばにいることができる。今この時、こここそが浄土。ここより他に浄土などないと。その通りです、母上。この世こそ浄土でなければなりません。ならばこのお浄土にありながら、なぜ人は争い、病の苦しみ、死の苦しみから逃れられないのでしょうか。文殊、そなたにその苦しみから抜ける道を見つけてほしい。母はいつまでもそれを待って。你在学校学这里呀、啊、你怀抱的志向是好的，可是导演发发是这样一种东西，其实你不从事学习也会在那么一个学生就起来的。就是老呢从先生那里学到的道理了，老呢马上得去也请朝廷的官员了，要位置就寺庙那就分朝王卡大门不得，你明白吧导演。这份教王也许可以位置寺庙，可是可是什么？可是能保护佛法吗？あなたは己を守りたいだけだ。
长老，请原谅我的多事，让我替你背一点东西好吗？谢谢你的好意，可是我得拒绝你。这点做的活，徐老那政府那里接受的，要紧的工作呢，那难交给别人啊。点做就是做些我房里的活吧。这是啊，今天想做冠孙的面单，我就到接受买材料来了。为什么会把这样的工作交给您这样的人呢？我觉得像您这样的年长者，每天专心做强，研读古人的公案子路才更好啊。看上去你像是个聪明人，可是你还没有领悟到什么是修行办道，好像脸字面上的意思都不懂。什么是修行办道？字面意思又是什么？日本人，你不可忘记这一问，这样你就会知道什么是修行办道。这几个字的含义。长老，我们还能见面吗？要是回去的话，我是欧玉晚上办绿色造饭的。对不起，我不懂外国语。我叫新茂喜了，我是从日本来的留学生人。你可是我的一位日本好友，所以我今连他已经确实都忘了，就叫呼起来。去世了，你叫他库球。是。源の苦行ゆえん言書受かっていたいだよ。俺我が求めるものは天下だ。我は天下を取る。天下、お主が仏法を打ち立てたなら天下人、この苦行がお主に帰依してやるぞ。道元、叡山を出よ。私は僧を目指す。僧？待て！この盗人め！お助けください！ならぬ！苦行！やめろ！道元、道元！苦行、私を切れ！何？この子らを裁くのはそなたの務めではない。
このような子らがいれる世の中を作ることこそ天下人としての務めであろう。しばしの別れを言いに来た。別れと？我はこの度鶴岡八幡宮別当に任ぜられた。鎌倉に？この次に相まみえる時は第四代鎌倉将軍ぞ。四代？三代実朝が亡き者になれば四代はこの源の公暁であろう。道元、その時までさらばだ。听到共守的私信，是两年半后的事。遇到你，也有我今天的勇气，我改变了终止旅程的想法，一定是共守再给我力量。道远，您所说的旅程是拜九剑师，就为九剑佛法的旅程，从天童山开始，我拜见了七位高僧，但是我觉得哪一位都不是佛法的真正庄人。我现在开始怀疑我在这个全国一次的大会拜没有道心，多有修行，远修学业，贪名爱利的场景之中，侵犯真心本身就是一个错误。道远，请您返回天童山。返回天童山？那里有你要寻访的真师。哦，在已故的无尽藏师之后，无尽藏师因自己做了住持。我是藏师的侍者。如镜禅师是怎样的人？参禅必须身心脱落，身心脱落就是远离无明和五欲的方法。除了坐禅，没有第二第三条路径，只管打坐。纪元，回天童山去。世间稀有，不可思议的奇缘呐！佛佛祖祖言传西教的呈现，
了。明山呐、啊，明山是一、二、三、四、五。潘道长，潘道士，莲花界不准长，这个世界上所有的事物，从无始以来。就是这个样子，什么都无所隐藏啊！即使屁股坐烂，搭上世尊决定的金刚座，一定要做到底。
做禅就是要放弃一切执着，可你却坐禅贪睡，还有什么出息？大功告成。是。身心脱落，脱落身心，脱落，脱落。道远，就连大彻大悟也要忘却。是。悟是无限的，修行也是无限的。悟道与修行的连环是要永远持续下去的。当这晚月亮圆满的时候，你就在日本看他了。山川异域，风月同天。
的。道元様、そのようなこともおかしいですか。いや、これも欠かすことのできない大切な弁当。皆さんはどうしたのでしょう。多くの方は町へ、いわゆる座禅は修禅にはあらず、ただこれ安楽の訪問なり、菩提を偶人するの殊勝なり。包禁三年七月十七日，鲁晋禅师于天童山涅槃堂圆寂。私はダルマ州仏智覚安禅寺の門弟、古雲恵上と申します。いきなりぶしつけなことで申し訳ないのですが、あなたの言われる新しい聖伝の仏法とは一体どのような教えなのでしょうか。その話に入る前に読んでいただきたいものがあります。先頃、私は座禅を広く知ってもらうために俯瞰座禅儀というものを書いたのです。あなたも座ってみませんか。
建仁寺の道元は宋からの消防の仏法を将来したのと嘘抜いてるそうだ。ということは我らのたったき伝統ある仏法を誹謗中傷しているということではないか。念仏宗やダルマ宗のやつらと同じく我らが仏法にとってためにはならん。見過ごすわけにいかんな。書きなんぞできねえんだ。商売の邪魔だから向こう行っとくんな。建仁寺、建仁寺、建仁寺。坊主のくせに建仁寺が分かんねえのか。私、日本の言葉。なんだ、異国の坊さんかい。建仁寺どこ。連れてってやるからさ、その前にあたい買ってくんない？安くしとくよ。道元様いる建仁寺。道元様。この盗っ人め！お助けください。ならぬ。苦行やめろ。道元、道元。苦行、私を切れ。何？この子らを裁くのはそなたの務めではない。このような子らがいれぬ世の中を作ることこそ天下人としての務めであろう。私は貧しいそうゆえ申し訳ないが、そなたに施せるものが他にない。さあ行くがよい。道元様。道元さんっているかね。道元は私ですが。私に何か。あ、もし。ジーウェン。这是怎么回事？我来见宫小殿下的诺言。宫小的诺言？宫小殿下不是说，道远，如果你建立了自己的门派，就来归马。道远禅师，鲁晋师傅圆寂后，寂远的师傅就是您的。纪元，我想在这个国家里弘扬古佛天童鲁晋禅师的禅风，请你相助。是，多谢师父。啊，快进来，把山酸水累了吧？给你介绍两个人。そなたに一言礼が言いたくて探していました。すぐに立ち去られてしまわれたので。あたいらには場違いなとこなんでね。そなたは昨夜宝物を連れてきてくれたのです。本当にありがとうございました。本当に一言だね。Oh, you're cute.
何を言いやがる。文句があんなら盗人にでも何でもなってあたいらの面倒見たらどうなんだ。お前はこんな男になるんじゃないよ。おりん、それが亭主に向かって言う言い草かい。俺だって好きで怪我してんじゃねえんだよ。働けねえ体なんだからしょうがねえだろ。そのくせ毎晩乗っかってくんのはどういう体だよ。道元、出てこい。恐るるに足りません。いずれ来ると思っていました。どうした道元、出てこいならこちらから教えるぞ。道元です。お前は我が叡山の天下の仏法を無視して、我こそは聖天の仏法と喧伝し世間を惑わしているそうだが、聖天の証たる新たな経典なり仏像を見せてもらおうか。そのようなものはない。ない。空手元凶。手ぶらで帰ってきたなと。聖伝を引き継いだ己そのものを持ち帰りました。ならばその身に何を学んできたのだ。顔脳美直。顔脳美直。目は横につき鼻は縦についている。己、我らを愚弄するにも程がある。天魔下道の邪教なり落外追放を命ずる。従いぬのというのなら斬る。何者だ。六原短大表情主畑野義重と申す。六原短大。いかに叡山の僧とはいえ、道元殿への傍若無人の振る舞い、この義重逃すわけにはいかぬ。ありがとうございました。それではくれぐれも。この安養院は私の母方藤原家と深い縁があり、かねてよりここを禅道場の拠点にしたいと願っていたのだ。今はたった三人で出発しなければならないが、一人が悟ればその功徳は万人に及ぶ。四人目もここにおります。道元様、ここ数日来のご共同で確信しました。私の入門をお許しください。お願い申し上げます。江城殿、お気持ちはありがたい。だがそなたは仏道の先達でもあり、何よりもそなたはダルマ衆を背負って立たねばならぬ方だ。今はその時ではない。
時が来れば。どうか他衆の圧力に屈することなく不退転の精進を貫いていただきたい。シフラや藤里坊や母子里坊や母子キャルニキャやエンサハラハエシュタンのトンシャナムシキリ財宝にせくどく無料ダンバラ貢ぐ即円満。たけたけたけ竹竹竹竹竹竹三千に遅れてきた者がいる。申し訳ございませんでした。江城殿、どうかこの度こそ。時が来たようですね。そなたはどうしたのです？この子が死にそうなんだ。何？医者からもらった薬も飲ませたんだ。だけどダメだ。あたいには分かる。この子はどんどん悪くなってる。なあ、なんとか言ってくれよ。この子を助けてくれよ。なあ、あんたらは人を助けるのが商売なんだろう。なんとかしてくれよ。死んじまうよ。この子を助ける方法が
一つだけある。なんだそれは。何をすればいい。教えてくれ。これから里の一軒一軒を訪ねて、身内が一人も死んだことのない家を探すのです。そしてその家から豆を一粒もらってきなさい。そうです。その通りです。お師匠様はそのことをあなたに知ってもらいたかったのです。この体で稼いできた金でお布施するって言ってんじゃねえか。どうして受け取らない。この金はそんなに汚い金なのか。慎んでお受けしよう。命の次に大事であろうはずの金を喜んで捨てる、尊いことだ。おりん、感謝しますぞ。体をまっすぐにし、腰を入れてください。そうですね、はい。右手を下にし、左手を上にし、大指を支えるように。そうですね。目は張らずにこの辺りを見る。新年風
界の中に仏がいるなんて騙す。あんたらも憎い。生身だ仏の方がよっぽどマシだ。嘘ではない。暗示の中に仏はいるのだ。ただな、簡単に仏さんには出会えんのだよ。人間は誰もがあれが欲しい、これが欲しい、ああなりたい、こうなりたいとむさぼり、思うようにならぬと腹が立って愚かなことをしてしまう。そのようなもので目隠しをしているから仏が見えんのだ。だから座るのだ。その目隠しが取れるまでひたすら座るのだ。そうすれば自分の中の仏と向き合える。おりん、自らを殺すとは仏を殺すことだ。そして他者への依存は自らの仏を否定することだ。どうやら叡山の者どもが道元殿の隆盛を妬み、この光照寺襲撃を本気で企てておるようでございます。一刻も早くこの地を去らねば、どのようなことになるやもしれません。山奥ではありますが、越前志比の庄というところに私の領地があります。道元殿、その地なればいかようにも。ありがたきお言葉。しかし道元殿、ご決断ください。この日本にあなた様は一人しかいないのです。なあおりん、ガキもいなくなって身軽になったことだし、ほら、二人で東国にでも行って一旗あげようじゃないか。一旗って？それはお前やだね。商売もやめたんだよ。なんだって？ならどうやって食っていくんだよ。思案中だよ。尼さんにでもなるか。何？そんなわけないよ。そうだよな。そんなわけねえよな。だったら考え直して。触るな。お凛さん、
春涼さん、どうしてお坊さんになったの？貧しかったからです。私は親に捨てられ、人の残飯を漁ったり、時には盗みもして生きていました。あたいとそっくり。ある時思いついたのです。寺に入れば飢え死にすることはないのではと。それだけが目的でした。ガキの心で寺に入ったのです。しかし道元様と出会えた今は違います。道元様はおっしゃいました。死んで仏に会ってどうする。この世に仏と出会い、この世に浄土を見よと。私は食べることよりも道元様のもとで修行したいと思いました。道元さん、あたいの赤ん坊抱いて泣いてた。あなたが眠っている時も泣いておられました。道元様はどんな時でも私たちと苦楽を共にしてくださるのです。志半ばにして高尚寺を追われることは無念至極、断腸の思いである。しかしながらここで正殿の宝刀を消すことはできないのだ。諸君、これより我らは真の仏法建立のため越前慈悲の庄を目指す。間に合ったか。道元様、ダルマ州鉄通議会以下11名入門をお許しいただきたく賭け参じました。参りましょう。
天に道あり、もって高く清し、地に道あり、もって厚く安らかに、人に道あり、もって安穏なり。天上天下、東上永平。私の悟りへの道を大きく開いてくれたのは一人の老天祖であった。天祖は昔より道を求める深い心を持った僧にのみ託された職である。なぜならこれは造念のない純粋一途の修行であるからに他ならない。いささか文字を知り弁道を領ずるは、すなわち、かの天祖の大恩なり。做的我已经习惯了些吗？哦，差不多。それはよかった。義海様、お伺いしてもよろしいでしょうか？どうした？頭では分かっているのですが。ん？私たちは皆さんのように座禅をすることができません。遅れを取るのではとどうしても焦りを感じてしまうのです。ならば皆が眠っている時に座ればよい。
たかおりん。はい。道元様、どうかこの私を出家させてください。ならん。やはり私が罪深い汚れた女だからですか。仏門に入る者の過去は問わない。それならば杉氏妃の囚われを捨て切ることが先だ。執着を離れた時おりん、世間にあってもそなたは十分に清らかだ。今日に帰って励むがよい。帰りません。義海様、炊く米がありません。冷えも泡もありません。米が炊けぬのならば粥にすればよい。粥にも足りません。ならば重湯にすればよい。重湯にもできません。ならば白湯を飲んで座禅させていただく。日常の生活を完全に離れ、今まで関わってきたものをすべて捨てる。良いとか悪いとかの考えを捨て、考えること、あるいは悟ろうとすること、一切の意図や思いを巡らすことをやめるのだ。これを思慮という。悟りを目的に座禅するのではない。止観他座、そのものが悟りである。修了様。お凛さん、いつこの地に？10日ほど前です。春梁様のお顔を見かけないので、もうここにはおられないのかと。今は食事係をしておりますので、皆の方と同じような修行はできないのです。どうされたのです？わかりません。
春涼様。お凛さん。どうされたんですか？キノコを探しに来たのです。それなら私が案内します。いい場所知ってるんです。ほら、あそこに。はい。ここにも。純涼様。毒蛇ではないので大丈夫だとは思いますが。申し訳ございません。魔が差してしまいました。こんな私でもよろしいのなら私は構いません。お凛さんお許しください。所詮これが不純な動機で仏門に入った者の姿なのです。自ら保身して仏道を歩み始めたあなたに対してこのようなこと。日は私であります。私は自分の過去も顧みず普通の女として春涼様と向かい合いたかったのです。そして女という道具ではない一人の人間として春涼様に触れてほしかったのです。たぶらかしたのは私です。お許しください。春涼、何をしている？春涼！春涼！どういうことだ？禅師様、恐ろしいことに私の心に色欲の鬼が住み着いてしまいました。仏道を求める者としてあるまじきことであります。考え抜いた上、おいとまをいただこうと決心しました。これ以上この永平寺を禅師様の教えを汚すことはできません。今だ、鬼は去らぬか。
ニスワ。ツーチエラ。本当に、本当にそれでよいのだな。はい。少佐、座禅の時間だ。皆は壇に上がれ。永平の三門はいつでも開かれておるぞ。旗野殿、ようおいでくださりました。このような早朝に、しかも座禅修行中にもかかわらず、誠にご無礼いたしました。いやいや、旗野殿にはいつ何時であろうと妨げはありません。この道場造営のご恩義に対して報いても報いきれぬことと、ひとときも感謝を忘れたことはございません。何ともありがたき。さて、この度の来山、北条時頼殿にはいよいよ下級のことと。その通りにございます。むごい戦でございました。北条家と三浦一族とは、頼朝公挙兵以来縁続きの親しい間柄でございます。しかし昨日の友は今日の敵なれば、矢を打ちかけ刀で斬り殺すのが武士の習い。この世の主は地獄でございました。逆らうか。戻れ。
死ね死ね修羅地獄へ参ろうか。はい。私は天下人北条時頼に近づくのではない。苦悩にもがき叫ぶ一人の若者に会いに行くのだ。お師匠様、私もお供させてください。ならん。この度の鎌倉下校は道元この命としてのこと。江城、そなたの身にもしものことがあってはならんのだ。工事のことしかと頼みましたぞ。時よりだ。永平寺の道元でございます。
この度はちとそなたに聞きたいことがあってな。どのようなことでございましょう。お主は僧より聖伝の仏法とやらを持ち帰ったということだが、それはどのようなものだ。釈尊より代々仏祖たちによって連綿と受け継がれてきた釈尊の正しい真の教えです。それではあまたの法門が言ってることと同じではないか。万巻の経典を読み呪文を唱え仏の名を念じても釈尊の教えを得ることはできません。お主の法門では何とする。しかんたざ、ただひたすら座ります。何もせずただ座ることの中にどうして消防などあるのだ。時折殿、それは大海の中にあって水がないというに等しいのです。何？春は花、夏ホトトギス、秋は月、冬雪さえて涼しかりけり。春は花、夏ホトトギス。道元、当たり前のことではないか。いかにも当たり前。あるがまま、あるがままの真実の姿を見ることこそ悟りなのです。座禅は大海の中に水を見ることなのです。ただし自らの仏性を知らねば大海の中に水のあることを知ることはできません。わからんぞ道元、悟りとは何じゃ、仏性とは何じゃ。幸い今宵は満月。時折殿、庭に出て月を見てみませぬか。月を。見事じゃ。症状潔白満足無欠、あなたの心の中にある月こそ仏性なのです。天空にあってこその月、自身の中に月なぞ見えぬ。さらに言うなれば、あの満月もやがては駆け滅んでいく定めであろう。時折殿、ご覧ください。時折殿、この月が切れますか。わけもないわ。見事切ったぞ道元。そうでしょうか。もう一度ご覧ください。たとえ雲が月を覆うとも、あるいは天空からその姿を隠すとも、月はないと言ってはなりませぬ。月濡れず、水破れず、月は仏性、水は己。そんなわけもわからぬ問答で、この時よりの苦悩は消えぬ。
どうか言うこと現れるこの怨霊どもを何として退治する。退治はできませぬ。成就するのです。成就。成就とは受け入れ、怨霊の苦しみ、悲しみ、恨みはあなた自身の苦しみ、悲しみ、恨みなのです。その苦悩をすべて受け入れるのです。しかし己のすべてを捨てなければ受け入れることはできず、苦悩が去ることもありません。あなたが右手に権力を握ったその時、あなたは左手に苦しみを握ったのです。この手につかんだ天下を捨て執権職を降りろというのか。執権とは忌み軸も権力にとらわれると書きます。このとらわれこそがあらゆる苦しみのもとなのです。時折殿、今こそその囚われを捨て去るのです。私が執権を降りたらたちまちに乱が起こる。国を平安に保つことこそ私の務めなのだ。違うか。いかに優れたものであっても武器を持って采配平定した者は永遠の当事者となることはできません。まして己の心が平安ならざる者にどうして国を平安に治められるでしょうか。あなたは救われたい救われたいと願いながら何一つ捨てる勇気がないのだ。言うたな道元。この時よりこのような恥ずかしめを受けし言葉聞いたことがないわ。道元、覚悟の限度あろうな。もとより身を捨て、心を捨ててこちらに参っております。ご存分に。
悪をなせば悪の報い、善をなせば善の報い。死が訪れる時、政治的権力も親しき人も莫大な財宝も決して自分を助けてはくれません。ただ一人で死んでゆかねばなりません。自分に従いゆくのは自分が生前に成した行為、それだけなのです。道元殿、この地を見てください。私はこの地にいずこにも負けぬ大寺院を建立します。どうかこの鎌倉にとどまり解散となっていただきたい。そして道元殿の仏法の一大拠点として。お断り申し上げる。何？断ると？私の寺は越前の小さな小さな永平寺です。道元殿、私はあなたに会えてよかった。ではこれにてお別れいたします。春は花、夏ホトトギス、秋は月、冬雪さえて涼しかりけり。はい。道中の僧は入水のように和合して道後に一途に励むべきである。いずれは皆が仏祖となる。僧は永遠の仏道の友である。議会。
なたに官職を任ずる。江城を助け、三神上行に徹せよ。三神とは、鬼神、老神、大神である。はい。若縁。はい。ジェン・ハウマ。不用说。很好啊。我现在看到了电筒上西涧文国古佛如今将西墙封的只有我和你机缘啊，你知道我想说什么吗？知道。公小，你是我的好徒弟，也是我的好朋友。您现在说的话对我空想是无善的话语。一つ小欲、二つ知足、三つ行弱情、四つ権小人、五つ不毛念、六つ修善情、七つ主知恵、八つ不可論。釈尊の弟子たちは必ずこの八大人学を学んだ。これを修学せざるは仏弟子とは言わない。一瞬たりとも懈怠してはならん。以上。はい。お林の得度頼む。はい。
将という時、将より他にものはなく、滅という時、滅の他にものはなし。お塩様。座禅を続けよ。坊主からの伏せとはな。なんだ、坊主って儲かんのかい？あ？け。なんだこれ。仏道をなろうというは、自己をなろうなり。
自己をなろうというは自己を忘るるなり。自己を忘るるというは万望に生せらるるなり。万望に生せらるるというは自己の信心および他己の信心をして脱落せしむるなり。その手は仏様の家です。その中には仏様が住んでいるのです。ですからしっかりと仏様を守らせていただきましょう。この中に仏様がいるの？そうですよ。手はそうではなくこうですよ。雨が降ってるから。Thank you.
世界稀有，不可思议的奇缘啊。佛佛祖祖言传西教的呈现，山呐，明山是一、二、三、四、五，半道上，半道是莲花界不正常。这个世界上所有的事物，从无始以来就是这个样子，什么都无所隐藏啊！你在学做事助理啊，你汇报的日程是好的，可是导演发话是这样一种东西，其实你不从事学习也会在那么一个学生就知道的，就是老呢从先生那里学到的道理了，老呢马上得去夜景朝廷的官员了，要位置就寺庙那九分朝王卡大门不得，你明白吧导演？这份交往也许可以移位去寺庙，可是可是什么？可是
能保护佛法吗？あなたは己を守りたいだけだ。长老，金元亮，我的东西，让我替你背一点东西好吗？谢谢你的好意，可惜我得拒绝你。这点粗的活，需要那总府那里接手的，要紧的工作呢，那难交给别人啊。点做就是做些我房里的活宝。正是啊，今天想做冠孙的面单，我就到街秀买材料来了。为什么会把这样的工作交给您这样的人呢？我觉得像您这样的年长者，每天专心做成研读古人的公案子路才更好啊。文殊や、私はもう長くはないようです。母上、そんな悲しいことをおっしゃらないでください。世間では阿弥陀様におすがりすれば人は亡くなってからお浄土に行けるという教えが流行っているようですが、本当にお浄土に行けるのでしょうか。私には分かりません。ただ人が亡くなってからお浄土に行っても仕方がないと思うのですが。私はそなたのそばにいることができる今この時、こここそが浄土、ここより他に浄土などないと
その通りです、母上。この世こそ浄土でなければなりません。ならばこのお浄土にありながら、なぜ人は争い、病の苦しみ、死の苦しみから逃れられないのでしょうか。文殊、そなたにその苦しみから抜ける道を見つけてほしい。母はいつまでもそれを待っています。見える時は第四代鎌倉将軍ぞ。四代、三代実朝が亡き者になれば、四代はこの源の苦行であろう。道元、その時までさらばだ。听到共守的私信，是两年半后的事。遇到你，也有我今天的勇气。我改变了终止旅程的想法，一定是功效再给我力量。道远，您所说的旅程是拜九剑师，就为九剑佛法的旅程，从天童山开始，我拜见了七位高僧，但是我觉得哪一位都不是佛法的真正传人。我现在开始怀疑我在这个全国一世的大会拜没有道心，都有修行远修学业贪名爱利的场景之中。侵犯真实本身就是一个错误。道友，请您返回天童山。返回天童山，那里有你要寻访的真师。哦，在已故的无尽藏师之后，如今藏师因自己做了住持，我是藏师的侍者。如今禅师是怎样的人？参禅必须身心脱落，身心脱落就是远离无明和五欲的方法。除了坐禅，没有第二、第三条路径，只管打坐。纪元，回天童山去。
看上去你像是个聪明人，可是你还没有领悟到什么是修行办道，好像脸字面上的意思都不懂。什么是修行办道？字面意思又是什么？艾文林，你不可忘记这一问，这样你就会知道什么是修行办道。这几个字的含义。人老，我们还能见面吗？要是回去的话，我是鄂豫皖湘办理事赵欢的。对不起，我不懂外国语。我真是冒失了。我是从日本来的留学生人，你可是我的一位日本好友，所以我已经连他已经去世都忘了，就叫不起来。去世了，你叫他库丘。是源の苦行ゆえん言書うかていたいだよ。俺我が求めるものは天下だ。我は天下を取る。天下、お主が仏法を打ち立てたなら、天下人、この苦行がお主に帰依してやるぞ。道元、永山を出よ。私は僧を目指す。僧？待て！この盗人め！お助けください！ならぬ！苦行！やめろ！道元、道元！苦行！私を切れ！何？この子らを裁くのはそなたの務めではない。このような子らがいれぬ世の中を作ることこそ天下人としての務めであろう。しばしの別れを言いに来た。別れと？我はこの度鶴岡八幡宮別当に任ぜられた。鎌倉に？この次に相まみ